サンステファノ条約によって決定された大ブルガリア公国の1878年の国境第一次世界大戦におけるブルガリアによるマケドニアの支配権を獲得するための対セルビア構成計画大ブルガリアとはブルガリアの歴史的領域及び現代のブルガリアにおける民族統一主義民族主義運動でドナウ川からバルカン山脈までの平原 南北ドブルジャ、ソフィア周辺、モラバ山地のピロとブラニーエキタトラキア、東トラキアの一部、マケドニア地域のほぼ全域を、ブルガリアの本来の領土とするものである。東ローマ帝国と同時期に、アゾフ海の北に存在した、ブルガール人の住む、古、大ブルガリアとは、関係がない。ブルガリアのマケドニア地域に対する領土支配と、論争は、 ブルガール人のバルカン半島への侵入、より細かくは7世紀のクベルによるマケドニア支配に橋を発している。大ブルガリアの概念はサンステファノ条約の下で提唱された。民族統一主義と民族主義の議論は1878年にサンステファノ条約に従って大ブルガリア公国が誕生してから顕著になっていった。しかしながらベルリン会議によって 新生ブルガリアは、領土の一部をオスマン帝国に返還させられた。オスマン帝国に返還されたこれらの地域を再び、オスマン帝国から切り離し、ブルガリアと統合するために、内部マケドニア革命組織が結成され、20世紀半ばまで活動を続けた。1878年のサンステファノ条約による、ブルガリアの国境20世紀諸島。 マケドニアの支配権はオスマン帝国とブルガリア、ギリシャ、セルビアの間の競争の焦点であった。これらの国々はマケドニアの支配権をめぐって1912年から1913年にかけて第一次、第二次バルカン戦争を戦っている。この地域は第一次世界大戦におけるセルビア侵攻でも争われている。 第二次世界大戦中のブルガリアの地図、第二次世界大戦の直前、南ドブルジャは、クラヨバ協定によって、外交的に、ルーマニアからブルガリアへ返還された。第二次世界大戦時、ブルガリアの数軸加盟の見返りとして、ナチスドイツによって大ブルガリアが復活した。ブルガリアは、ギリシャ領の東マケドニアと、西トラキアの一部、及び、 ユーゴスラビア領のバルダルマケドニアを与えられた。南、ドブルジャを除いては、これらの新しい獲得地は、数軸国の敗北とともに取り消された。ありがとうございます。